この動画を見ていただければ、キャノンの 5R の5と R の意味がわかるかと思います。それではスタート。登山系写真家のトム川崎です。今日は前回に引き続きカメラのお話です。今日はキャノンのカメラについて、基本的なことを簡単にご存じない方、詳しくない方に対して簡単に分かるようにご紹介したいと思います。それではまずキャノンのカメラでEOS っていうのは、皆さん一度は CM とかで聞いたことあると思いますけれども、これがキャノンのカメラの今のブランドですね。 EOS っていうのが、EOS と書いて EOS ですね。はい。でじゃあこのカメラの、ブランドはいつ始まったのかというと、キャノンのスタートと同時に始まったわけではなくて、キャノンも最初はカメラ出しても、全然売れない時代もあったのですけれども、この EOS から、今のキャノンがあると、考えていただいても構わないと思います。では、この EOS っていうのがじゃあいつ始まったのかというと、今から33年前の1987年ですね。今までの FD マウントというところ の, マウントってカメラ の, カメラとレンズの取り付け部分のことをマウントっていうのですけれども、これを一新して EF マウントっていうのに、キャノンは一気に入れ替えましたと。でここ入れ替えるっていうと、今までのレンズとかが、使えなくなって、ちょっとだいぶ決断が必要だったんですけれども、キャノンとしては今どこのメーカーも当時やってなかったオートフォーカスとあと絞りですね、ここの部分を全部今まで の, 手動の機械式から電子式に変えるっていうので、大きな、経営決断が、経営判断があって一気に差し替えましたと。でその時に新しくやった EF マウントで発表されるカメラを EOS というブランドで出していますと。でそこから出したレンズが、今でも現役なんですけれども、例えば、今年の年初に発売された EOS 1DX Mark II とかの、オリンピック用に、設計されているカメラなんですけれども、こちらも当時の33年前に発表されたレンズと同じ規格で出しているので、EF マウントとしては今も現役のマウントですね。はい。なので、EOS には EOS というカメラには EF マウントのレンズが付けられるというところですと。でそこに対して、じゃあ2年前キャノンは今までの一眼レフの、EF マウントですね、こちらとは別にミラーレスとして、RF マウントっていうのを2年前の、2018年に発表してますと。でこちらもじゃあ今までの、EF マウント発表した時と同じように前のレンズが使えなくなるかというと、そうではなくて、ある程度互換性も持たせてて、アダプターをかませば今までの、EF マウントも RF マウントも両方使えるカメラを出したというところがありますと。でそれが EOS R ですね。EOS に R がくっついたということです。これが30年弱ぶりですかね、新しい企画をキャノンの方で出したというところです。はい。では EOS R が発表されて、フルサイズミラーレスですね、これが発表されて、じゃあ何が今までできないことを実現できるようになったかというと、こちらですね。これ抜粋ですけど、全部ではないですね。主なポイントはこちらになります。でまず1点目が本体とレンズですね。でここの隙間が、今まではこの間に一眼レフだとミラーがパカパカあったので、ミラーがかましてたんですけども、フルサイズミラーレスだとこのミラーがなくなるので距離が近づくんですよ。でそうすると取り込む光の量が一気に増えるので、今まで例えば同じカメラと同じレンズでもミラーレスになるだけで、たくさん光を取り込めるから撮れる写真とかが変わってくるんですよね。
まあ、具体的にF 値とかもだいぶ今までよりは設計しやすくなってるはずですと、はい、であと2つ目がファインダーを拡大できるってところですね。で今までだと本当にリアルの光で一眼レフだと見てたんですけれども、ミラーレスだとファインダーが電子式の、まあ、いわゆるディスプレイモニターみたいな状態になるので、それを拡大すれば拡大した状態になると。じゃあこれで何がいいかっていうと、すっごい小さいものとかをオートフォーカスするときに、今までだと肉眼だと結構見るの限界があったんですけれども、拡大してピントが目的のところに本当にピンポイントに合ってるかどうかっていうのを簡単に見れるようになったっていうところがポイントですと。でじゃあ逆にじゃあどういう、まあ、マイナス点が、まあ、ミラーレスであるかというと、そちらのこの2つですけれども、1つはバッテリーが一眼レフより持たないというところですね。先ほども申しましたが、ファインダーが全部電子式になるので、モニターになるので、その分バッテリーを食うんですよね。なので一眼レフの感覚で使ってるとバッテリーはすぐに、まあ、なくなるっていうのがありますと、はい、であともう一つが、まあ、これもファインダー絡みなんですけれども、一眼レフよりファインダー見づらいんですよね。まあ、感覚としてはVR つけたことある方いらっしゃると思うんですけど、感覚に近いですね。実際のリアルの世界よりも若干遅れるし、あとカクカクするんですよ、実際の目で見るリアルの世界よりも。そういうので最初慣れが必要ですね、はい、で、まあ、どうしても動きが激しいものの撮影とかだとちょっとまだ私はミラーレス使う気にはちょっと慣れないなと思います。まあ、ただ風景写真とか止まってるもの撮るんだったら、まあ、全然ミラーレスでも大丈夫かなとは思ってますね。で、まあ、EF マントはEOS ができてから、まあ、33年間まだ現役なんですけれども、まあ、じゃあ33年前からずっと現役の企画って結構、まあ、設計するのも難しいと思うんですよね。まあ、そういう意味では33年間持ってるっていうのは、まあ、すごい最初の設計が良かったのかなと思いますと。でじゃあ33年前ってじゃあ世の中、まあ、どういうのあったのかって、まあ、ちょっと私の方でも調べてみたのですけれども、例えばまあ、パソコンのスペックで言うと標準だとまだフロッピーとかそういう世界で追加でハードディスクを購入できるとかいう時代だったんですけれども、そのハードディスクが40メガバイトですね。で今だと例えば家電量販店とかにハードディスク買いに行くと普通に2テラとか3テラってありますけど、まあ、それの1000分の1がギガですね。でそれの1000分の1がメガですけれども、そのメガの40メガですね、それがパソコンの、まあ、オプションとして売られてるとか、まだまだそういう時代でしたね。でそこで決めた仕様が今も十分に使えて、普通にオリンピックとかでいろんなプロカメラマンがその当時決めた企画にのっとったカメラとレンズで写真を撮ってるっていうのが、まあ、EOS というところですと。ではあと、まあ、じゃあ最後に EOS の、まあ、今回、まあ、目的例えば 5R とかの意味が分かるようにするっていうところがあるので、この後じゃあキヤノンのカメラの構成の話をしたいと思います。でキヤノンのカメラ基本的に数字を見ればどのランクの、まあ、ランクポジションっていうんですかね、 のカメラなのかが分かるようになってますと。でそれをまあピラミッド形式に表すとこんな形になるのですけれども、基本的に4つのランクに分かれてますと、はい、で一番トップがプロフェッショナル、まあ、モデルですね、はい、で次が、ハイアマチュアで、次がミドルレンジで、最後はエントリーの、この4つで構成されてますと。でまあ、プロフェッショナルは防塵防滴の、レンズで、しかも耐久性があって、でしかも連写もできるというところで、どんな環境でもいい写真が撮れるよっていうのが、まあ、プロフェッショナルモデルです。
でこれがまあ、実際オリンピックで使われているあのカメラのランクですと。で今この、まあ、プロフェッショナルランクのカメラを出しているのは実際あのキヤノンとニコンの2社だけですね、はい、で次の、まあ、ハイアマチュアのところですけれども、でここのところはプロフェッショナルモデルほど防塵防滴耐久性はないんですけれども、まあ、プロの要望に耐えるほどの、画質を表現できるっていうところが、まあ、ハイアマチュアのところですね。なので実際じゃあプロはどっち使ってるかっていうと正直両方ですね、はい、でプロの人も職種によってまあ、分野によってですかね使っているところが違いますと。例えばオリンピックとかスポーツ系だったら、まあ、一番上のハイプロフェッショナルだし風景写真とか、まあ、ポートレートであればそこまで防塵防滴とかも必要ないのでまあ、ハイアマチュアを使っているっていうのが実態ですと。で次のミドルレンジですね。でまあ、こことエントリーっていうのは、まあ、エントリー、まあ、もちろん入門者向けですけどそのハイアマチュアとの間を支えるのがミドルレンジというところですと。で私は実際ハイアマチュアのところの、まあ、一眼レフ1台とエントリーの一眼レフ1台持っているのですけれどもスポーツ系とか動き激しいものを撮るときにはハイアマチュアの方を使ってますね。で例えば今の撮影とかあと登山に行く時とかはエントリークラスの奇数というのを使ってますと。でこのピラミッド基本的に上に行けば行くほどカメラが重いんですよ。で下に行けば行くほどカメラが軽いんです。でどうしても登山って重さとかも制約があるので画質で言うとそんなになんか1ランク変わっても画質ってめちゃくちゃ向上するわけでもないんですよね。でしかも場合によってはプロフェッショナルよりもミドルレンハイアマチュアの方が画質良かったりもするのでそういう点だと、まあ、登山で風景の写真を撮るんだったら私は別にエントリークラスでもそんなにダメではないのかなと思っていつも軽いケースを持って行ってますね、はい、で例えばこの間のまあ、ご紹介も動画してますけれども大菩薩霊とかの持って行った時にも雨の中キスで撮影もしたのですけれども全然カメラ壊れるかというと決してそんなこともなかったのでまあ、プロフェッショナルモデルほど大雨の中で撮影できるかというとそれは違うんですけれども、まあ、普通の雨だったらまあ、ある程度気をつけながら持ち運びしていればエントリークラスでも十分対応できるっていうのは確認できました。で、まあ、ちょっとこのピラミッドを見ていただくと分かると思いますけれどもこのピラミッド のランクによって数字が決まってるんですよね。で一番上のプロフェッショナルが1です。でハイアマチュアのところが、まあ、5ですね。であとセンサー、まあ、撮像素子のセンサーの、まあ、センサーでいいか、はい、でセンサーの大きさによってフルサイズだったら5で、あとキャノンだったら APS-C であれば今7というところがあるっていうところがありますと。 でその下にミドルレンジが6、はいはい、でキャノンだとその下にまあ、2桁4桁って桁数が増えていくんですよね。でそれで最後一番下にキスがいるというところですと、はい、なので基本的にはキヤノンのカメラは最初の数字を見ただけでそのピラミッドのどこにいるかっていうのがすぐに分かるようになってますと。でこの数字の意味はキヤノンが公式サイトで直接説明はしてないんですけれども、まあ、今までのカメラの、まあ、結果見るともうこうなるのは明らかで、まあ、キヤノンユーザーの中では割と常識になっているっていう知識ではありますと。でその後の数字に出てくるのが例えば一眼レフだったら D でミラーレスだったら R なんです。まあ、今までは D しかなかったんですけれども一眼レフの D しかなかったんですけれども例えば 5D って言ったらハイアマチュアの一眼レフだとか
いうところがあって、で今回 R5 が出てるんですけれども、 R5 だとちょっと順番が逆転しちゃったんですが、R がミラーレスの RF マウントの R ですけれども、 R と5っていうと、あ、じゃあハイアマチュア向けなんだっていうのが分かるようになってますと。まあ、2年前ですね、EOS R が発表されて、で、去年 EOS RP が発表されたんですけれども、ネット上でもこの2機種って一体どこにランクするんだっていうのはあったんですけれども、キヤノンの公式サイトだと、EOS R がハイアマチュアで、RP がミドルレンジっていうのは載ってたので、基本的にはピラミッドだと、まあ、こういう形に収まるのかなとは思ってますと。で、ただじゃあなんで、5とか6つけなかったのかはちょっと経緯までははっきりはしてないんですけれども、今回、R5 と R6 が近々発表される予定なので、これはもう正真正銘 の、 ハイアマチュアとミドルレンジというところが、もうほぼ決定かなと思っています。簡単に説明すると、こういうピラミッド構成なんですけれども、ではじゃあ最初に申し上げた R5 っていうのはフルサイズミラーレス の、 ハイアマチュアのランクだよっていうのが、これにて分かっていただけたと思います。はい、では、今日はキヤノンのお話でしたけれども、R5 の意味分かっていただけたでしょうか。もし分かっていただけたら、7月9日木曜日ですね、21時からおそらく R5 の発表があると思いますので、今週はキヤノンだいぶ盛り上がるんじゃないかなと思っています。それではトム川崎の登山チャンネル、気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。トム川崎でした。